吉宗評判記暴れん坊将軍。芝三円山増上寺は人も知る関東浄土宗十八段林の総本山であり、上野寛永寺と並ぶ徳川家累代の菩提所である。すっかり秋ですな。いや、ところで上様、これは寺社方を通して申し上げねばならんことかもしれませんが。何です、何なりと。どうぞ往生寺も解散この方年振りて見られるように山内の結構造作もだいぶ傷んでおります。でせめても襖絵なりと書き換えてはどんなものであろうかと思いましてな。結構じゃありませんか。何か差し支えがあるんですか。法大書へもこのようにお一人で参られるほどに質素倹約を胸とあすばす上様のお心に背きはせぬかと。そんなことは。どうも吉宗とてそれほど分からずやではない。そのようなお気遣いご無用でござるぞ。これは棟梁ではないか。お上人さん、何か用かな。お庭の方があらかた片付きましたので、他に何かご用がありましたらと。いつもながらの心配り大変じゃの。家康公以来代々増上寺の御用を務めおる宮大工鹿屋の六代目にて吉太郎と申す者、随分とためになってくれております。それは吉太郎とやら世からも礼を言うぞ。へえ。お上人さん、そちら様は。上様じゃ。え、久保様じゃ。久保様が。そうよ、吉太郎、礼を言うぞ。これからも頼むってこうおっしゃってくださったんだ。どうでよとよ。お前さん、嬉しいね。うちの初代は東照神君家康公から親しくお言葉を賜った。それが鹿屋の誉れだった。俺もてめえ一代のうちにはなんとかそんな家宝に預かれてえもんだって金がら思っていたのが、こんなにも早く。ああ、ありがてえ。おたよ、俺はもうこれで死んでも本望だぜ。何を言うんだよお前さん、そんな縁起でもないこと言っておくれでないよ。いや、物の例えが。いや、例えにも何もそんな悲しいこと。いやいや、いやだよお前さん。おい、わかったわかった。何、おめえ一人を残して死ねるものけ。そうだろうが、おとよ。じゃあお前さん、今夜は鯛でも買ってお祝いを。うん。あ、そうだ、俺はそれまでにちょいと白金町へ行ってくら。白金町、ご分家さんと声ですか。うん。いや、さっきも話したようにな、加納か土佐かのお絵師に増上寺様の襖絵の書き換えを頼まなきゃならねえんだ。ついちゃ分家の川田屋に用立ててある百両経営してもらわなくちゃならねえんだ。でもなんだか空模様も怪しいし、何も今日でなくても。事故はその川田屋の帰路に起こった。
白金町の大工の棟梁川田屋鹿蔵。亡き吉太郎の叔父であり分家の筆頭だが、折あしく日光街道小鹿の宿に旅していて、昨夜知らせを受け取るや取るものもとりあえず小鹿を立ち、江戸へ着いたその足でやっと朝のうちに駆けつけてきたという。きっちゃん、こんなことってあるかよ。俺が小鹿行ってる間にとってもね姿になりゃ、お父さん、おめえさんも気の毒なことになっちまって。で、おめえさん、これからどうしなさる？まあ、今はまだどうすると言ってもな、そのうちとっくりと考えて、もし思案に余ることがあったら、誰よりもまず真っ先にこの私に相談しておくれ。及ばずながら力にならせてもらいますよ。ではそのうちまたゆっくりな。頭、その格好は？ええ、増上寺でちょっとした堅苦しい寄り屋がありましてね。増上寺？はい、増上寺御用大工の棟梁が死んじまったんですよ。その跡目をどうするかってね。いや、待った。増上寺の御用大工といえば、もしかしたら金谷では。あれ、新さん、どうして知ってるんです？あの吉太郎が死んだ。新さん、話は道々、一緒に行きましょうか。ああ、頼むぞ。いってらっしゃい。何ですか、皆さんの大体の意見としては、川田屋さんに跡目をと言わぬまでも、ひとっとき加納屋の切り盛りを任してはどうかということですか。ご一等さん、差し出がましいようですが、加納屋をどうするかについては、加納屋の身内の意見を聞いてやっちゃもらえませんか。身内の？聞くところによりますと、加納屋の職人連中は今八王子のさるお寺の大きな仕事にかかりきりで、棟梁の弔いにも戻ってこるにはありさまだ。その留守主にだよ、おめさがて寄ってたがって加納屋をどうするか、そりゃさねえでしょ。その人たちが八王子から戻るのを待つようにということですな。待つことはない。俺は今日中にも片付けようとの寺社奉行神崎備前の神様のお世話を受けたまわってまいっておる。何でして？頭、これで一応はっきりしたことはいずれお上人様にお計らい申した上で。ちょっと俺にも一言言わせてほしいのだが。あなた様は？貧乏旗本の三男坊で徳田新之助。お主、何の関わりあってこの座に連なっておるのだ。
貧乏ながら旗本は旗本、三河以来の先祖の菩提所がこの増上寺の片隅にある。されば商人殿にも断って増上寺檀家の一人としてここに座っておるのだが、何か文句がおありか。それで皆の意見が出尽くした今になって言いたいことと。せっかくながら肝心要の人の意見がまだ出ていないようだが。何？この際我々がまず聞かねばならんのは、亡き加納屋吉太郎の妻お豊殿の言葉ではないのか。皆の衆どうかな。いやごもっとも。徳田様のおっしゃる通り。さあおかみさん。さあ遠慮いりませんよ。ねしんさん。お豊さん。ではお言葉に甘えまして、増上寺様御用、宮大工加納屋の跡目はふつつかではございますが、私亡き夫吉太郎になり代わり七代目当領としてその看板を守り、一家を束ねさせていただきとうございます。お父さん、おめえさん、あんな産品や火消しにおだてられて女だてらに棟梁だなんて、一体どうするつもりだね。どんな思惑があってのことかは知らんが、この仕事は一門や二門の小商いとは違い、女子供にできる仕事ではない。覚悟しております。無茶だよ。おまけに増上寺相手の宮大工なんてもな、おめえさんが考えてるほど儲かる商いじゃないんだ。ご分家さん。まあ聞きなさい。何十年何百年に一度これという仕事があるかないか、増上寺が火事で燃えるかどうかでもしなければ稼ぎにはならん。お豊さん、そのことを承知しているのかい。ご分家さん、あなたそれでも家康公以来百年も続いてきたこの加納屋にゆかりの人でしょうか。何？ともあれ、お商人様からお許しもいただいてまいりました。加納屋は、いえ増上寺様はこの吉太郎の血と汗が染み込んだ斑点に誓って、きっときっと私が守らせていただきます。立派立派。川田屋、あんたも分家として今のお豊さんの言いざまを聞いて一安心したろうが。え、へい。さあ安心したところで、日の暮れないうちに早く帰った方がいい。へい。それじゃあ。川田屋、気をつけていけよ。第八車の雨にな。え、さあ行った行った。徳田様、今のお言葉は。お豊さん、待ってるがいい。いずれすべてがはっきりする。させずにはおかん。ここも神社の参道、寺社奉行の支配地か。またそのような危ないことを。じい、まあ、そう渋い顔するな。シワが増えるぞ。シワも白髪も増えましょうが。
忠相、今の話どう思う？はあ、仰せの通り神社仏閣には我ら町方の手が及ばぬと踏まえた上での強行かと心得ます。強行？やはりその方、吉太郎は殺されたと見るのだな。おそらくは。いや、ただちと下せぬことが。うん？あ、吉太郎を亡き者とし、首尾よく加納屋を乗っ取り増上寺御用を奪ったとして、彼らに何ほどの得がありましょう。たかだか増上寺の細々した仕事の費用を水増しする、いや、それ式のことで寺社奉行までが動きましょうか。では増上寺が炎上消失して再婚ということになればどうなる？何と仰せられます？川田屋め、俺が聞くとも知らず増上寺が燃えれば稼ぎになるなどとちょろりと口を滑らしおったが。では増上寺御用を手に入れた上でその増上寺に付け火をすると？証拠あってのことではないが、それはとにかくとしても、あのけなげなお豊が見事に加納屋の棟梁が務まるようかばい守ってやらねばならん。俺はそう思ってる。まあ、じいは気に入らんだろうがな。どういたしまして、ご親切なことだと感じておりまするわい。吉宗の密命を受けた大月半蔵は日光街道を北へ飛ぶ。行く手は古賀の宿である。同じ頃、辰五郎からお豊が女棟梁としての初仕事でつまずいていると聞かされた吉宗である。例の増上寺の襖絵の書き換え、あの書き手がいねんですよ。うん、加納藩に4家、土佐藩に2家、江戸には都合6軒の奥絵師の家があるはずだが。その6軒が6軒ともね、とにかく前金で何百両持ってこいなんてふざけたことを抜かしやがってね。誰かが手を回したんだな。そうとしか思われません。まあね、何だってあの人に受け目を見せなきゃならねえんですかね。ちょっと待って。なんだよ。言いたくないけどね、女房の前であの人あの人って言い過ぎやしないかい。何をだよ。待て。まあまあ、おかみさん、まったくのところ、あの人はかわいそうなんだから。まあ、しんちゃんまで悔しい。いかにしろ。だってもあのおかみさんの身にもなってみろ、少しは。なれないね。待てて。こうか不こうか、私まで天心知られた覚えはないからね。うまいこと言うな。何を欲しい。笑い事じゃないでしょ。いや、すまんすまん。ところで、今日は嫌に静かだが、あの騒動しい連中はどうしたんだ。いや、あの人、じゃね、あのおかみさんのところにね、いたあの職人連中が全部八王子の方行っちまって誰もいねえんでね、うん、で、後ろの連中やったんですが、喜んで行きました。おう、そうか。それいいことをしてやったな。これから足もちょっと行こうかなと思ってね。あ、そうか。お前ちゃん！ありがとうございました。お豊さん、俺は今商人殿に会ってきた。え？元気を出すのだ棟梁。襖絵の書き手は何も加納や土佐とは限らん。むしろあたら名筆を埋もれさせておる在野の絵師に書いてもらいたいと言われたぞ。どなたでございます？どなたに書いていただくようにと。できれば芝学堂殿にと。芝学堂、反骨をもってなり、その絵の有根さをもって聞こえた非凡の絵師であったが、なぜかその消息は途絶えてすでに7、8年。今の在処も、あるいは葛西といい、あるいは三田と噂されて定かでない。徳田様、おかげをもちまして加納屋の面目が立ちます。ありがとうございました。みんなも聞いての通りだ。だからみんなも明日からとは言わず今日から江戸中を駆け巡り芝学堂を見つけ出すのだ。ええ、じゃあ早速、じゃあ行くぜ。
ことじゃなくて、やるな。ああ、知らないです。知らなきゃ話になんねえじゃねえか。バカ野郎、もう少し勉強しとけ、この野郎。あのさ、島学堂ってガキさん、知ってる？知らない。知ってるでしょ？知らない。ああ、ちょっと、ちょっと。いいお汁粉屋さんあるんだって。そう。甘くてね。おいしいね。あのね、しばがくどお。ああ、しまながしめ。知らねえな。だいぶ参っているようでございました。それはそうでございましょう。どこにいるものやら、いえ、死んでいるのか生きているのか、それすらわからぬやつを探し回っているのでございますから。河田屋、学童なる絵描きがいよいよ見つからんと女が音を上げたときは、まことその方の思惑通り行くのであろうな。それはもう、襖絵一つがままならぬとなれば看板を下ろすしかございません。あとは細工は流々根回し上々で、増上寺御用はこっちのものでございます。さてまた、それからは倉知様の受け持ちでございましたが、そのうち江戸名物の空っ風の風向きもちょうどいい具合になるであろうしの。お奉行、いかがでございます。揃いも揃った悪党めが。それもたれゆえ、どう川田屋。はい。どなた様やらをご老中にでございましたな。おくみが。はい、ただいま戻りました。遅かったじゃないか。上様、日光街道古賀の宿よりただいま立ち戻りました。どうであった。はご明察の通り、あの日河田屋鹿蔵は古賀の宿には参っておりません。そうであろう。よし、詳しく聞こう。お前さん。あ、なんだ。お前さんはどうだか知らないけどさ、私こうしてるとあの頃思いきや極楽みたいなもんだよ。おさい、なんだお前、酔っ払っちまったか。あの頃ってお前いつのことだよ。5、6年前、質屋通いをしてた自分のことだよ。入るものは思うに任せず、出ていくものは遠慮しゃくなくどんどん出ていっちまう。若い衆にだってひもじい思いはさせられないし、小遣いだって渡さなきゃなんないだろう。だからそのたんびに毎日、あの子どうしてるだろう。え、可愛らしい娘さんがちょくちょく質屋に通ってきてたんだよ。そう、あん時で年の頃なら13歳。ほらお前さん、ほらなんとかいう難しい名前のほら絵描きさんの娘さんで。おい、ちょっと待ちない。その絵描きのよ、そのほら、なんだ難しい名前、それなんとか思い出さないか。どうしたんだよ、急に。いや、どうしねえんだよ、とにかく思い出してもらえてんだよ。頼むよ。思い出すのかい。下田。いや、下田じゃなくてね、島田じゃなくてね、島。あ、そうだよ、島だよ。島、芝じゃねえかよ。え、芝学堂。そう、そうだよ。おさえ、でかした。その死者どこだ。わからねえじゃねえか。頭の聞き違いじゃねえのかな。わかった、わかった、ごめんよ。あ、ちょうどいい。
あ、いや、足を踏んでいいって言ってるわけじゃねえんで、実はこの辺に芝学堂という絵描きさんの家が。おい、なんでなんでなんで、おい、物ぐらい言ったっていいじゃねえか。なんでクソじじい。あ、お姉ちゃん、あの人だよ。そちゃですが。どうぞ、もうお構いなく。はせっかくお待ちくださいましても、父が帰ってまいりまして、お目にかかりますかどうか。ええ、それは。でもご迷惑でなければともあれお戻りになりますまで。そうですか。ではどうぞ。戻ったようです。お帰りなさいませ。お邪魔しております。お父様、ちょっと帰ってもらえ。まあ、出会い頭に足を踏んづけたのは仕方がないとしても、クソじじいってのはよくないぞ。源さん、おめえはいつもそれでしくじるんだよ。それじゃおめえ学童先生に追っ払われるの当たり前じゃねえか。そうなんだよ、俺のせいなんだよ。同僚、勘弁しておくんなさい。いいんです、あなたのせいではないでしょう。俺もそう思うな。芝学童、いくらなんでもそんなことで腹を立て棟梁を追い返すような、そんなケチな男ではあるまい。先生、せめて話だけでも。先生、お使いをいただきましたが、何か。川田屋、そのようなのんきな顔しておってよいのか。お豊が学童を見つけたらしい。本当ですか。わしがよいのか、大丈夫か。念をしたのはこのことなんだ。川田屋、命知らずを集めておけ。え、次第によっては少々手荒な真似をせずはなるまい。とにかく金谷から目を離せ。えい。今日が最後だと一人で行きなすったが、どうだかな。すみません、お帰りください。もういらっしゃらないでください。お嬢さん、あんな父ではなかったので。8年前、母が父の門弟と心中を。父は母を、また門弟思いと死んでいました。愛する者を二人ながらに失って、裏切られて、それからなんです。あんな風になってしまいました。お帰りなさいませ。酒。
あんた、いつまでいるのだ。おいとまいたします。もうこれ限り、参りません。ああ、それがいいだろう。先生、その代わり一つだけ、一つだけ最後のお願いがございます。いいえ、襖絵のことではございません。これを、どうぞこれをお納め願いとうございます。女、先生にではございません。お嬢様に、どうぞお嬢様に。先生、先生はお嬢様が世間の目をはばかり、恥ずかしい思いに耐えながらしげしげと質屋通いをなさっていらっしゃることをご存知でしょうか。やめて、やめてください。お嬢さん、堪にして言わせてください。先生、このお嬢様のひび赤切れで血に濡れたお手に、ただの一度でもお気がつかれたことがおありでしょうか。そりゃ先生ご自身にはそれどころでないお苦しみなり、お考えがおありになるかもしれませんけれど、どんなお苦しみがあろうとも、先生にはまだ、そうまでして先生に尽くしてらっしゃるお嬢様がいらっしゃるだけ、まだまだ。なのに、なのに先生は卑怯です、身勝手です、意気地なしです。芝学堂、その女の声を何と聞いた。ほとばしる涙を何と見た。学堂、貴様には尽くしてくれる娘がいて、まだしもと言った今の一言には、愛そうにも尽くそうにも、その夫を無残にも失って、思えどかなわぬ女の万国の恨みが、千万無量の思いがこもっていたのだ。徳田様。お豊さん、行こう。人の真心には真心を持って答え、情けには情けを持って報いることを知らん男にはもう何も言うまい。さあ、来るんだ。お嬢さん、さようなら。人に背かれ世を拗ねて、酒に溺れた幾年月、これでも親かという父に娘盛りの身をすり減らし、よくぞ仕えてきてくれた。お汲み許せと娘を抱いて流す涙に血が混じる。待ってくださらない。すまん、娘が雨も上がったし、増上寺へ連れてってもらえと、そう娘がそう言うもんでな。はい、参りましょう。いえ、お供いたします。徳田様。先生、さ、どうぞ。なんでそんな人たち。どうしたのでしょう。お父様、しかしまあ考えてみや、死んだ吉太郎は私の甥っ子、その縁につながるおめえさんともまんざらの他人じゃねえ。だから
そっちさえその気になってくれりゃ、こっちもお奉行様にお願い申して悪いようにはしねえつもりだが、どうだね。おとよ、河田屋がこのようにことを分けて申してある。返事をせんか。おい、まっぴらでござんす。何？まあまあ御前。お父さん、おめえさんまだ知る前が、こちらのお奉行様は間もなくご老中におなりあそばす。ごひいき願っておいて損のないお方だよ。へえ、こんな理不尽を働くお人がご老中様ですか。世も末でござんすね。黙れ！変わったや、もはや止め立て無用。暮らし、やれ。先生、私のために先生までこんな目を勘にしてください。とりゃいいんだよ、わしもこんな末世に生きていいとはない。先生、さあすっぱりとやっとくれ。以前お前が老中になるなどと笑わしてくれるな。己の逃がす、出ろ。出てもよいのか。驚くなよ。神崎備前、下におろう。貴様、上様。備前、そちのところにはいろいろと珍しい奴が。人殺しまでいるではないか。は。河田屋鹿蔵、その方、事故を装って加納屋吉太郎を殺害なしたる覚えがあろう。めっそう、私はあの日、日光街道の古賀の宿に。たわけ！行きもせぬ古賀に行ったという。その猿自衛が命取りだったとまだわからんのか。古賀から江戸まで日光街道十六里、途中には歩いて渡れぬ日立川もあれば、某の川田の関所もある。関所も渡し船も明け睦から暮れ睦までと定まっておるのだ。それがたとえ明け一番で古賀を立とうとも、どう加賀を飛ばそうとも、朝のうちに江戸に着くわけはないんだ。何と言われましても、第一、私には吉太郎さんを殺さねばならんわけがございません。半蔵、見せてやれ。はっ。それは、お前から吉太郎に宛てた金百両の借用証も、お前が殺した吉太郎の懐から抜き取った。てめえの手文庫に隠してあったものだ。百両、増上寺御用の一石二鳥を狙った吉太郎さん殺し。川田屋、お前さんの悪に呆きれるよ。備前、かかる乾物と結託なし、寺社奉行の地位を悪用しての極事の数々、果ては増上寺焼き討ちを企むとは言語道断。もはや来るまで。あの友、やいだい、やい。半蔵さん、お二人よ。Thank you.
存ぜぬこととは申しながら。よいよい。先生、棟梁、お前さんたち二人にとっては俺は相変わらずの徳田新之助新さんだよ。もったいのございます。さあ、これで心置きなく増上寺のためにいい仕事を。お二人さん、頼んだよ。頭、行ってまいります。行ってまいる。立派な仕事をしておくんなさいよ。うん、きっとな。では今日は鹿屋七代目女棟梁の初仕事、増上寺様襖絵書き換えの初日である。堀から先代の忌中にて歌も歌えず、めでたいということもならない中、せめて恵みの勢ぞろい、しっかりやれよと送られて刺してゆくのは増上寺。見上げる空もいや高く、ますます澄んだ秋の空。やればしないさ、負けてたまるか、ぐっと睨むこの目に血がたぎる。吉宗評判記暴れん坊将軍、次回は。ルスト、待て待て、そのお嬢さん置いてけ。これ、娘、娘、しっかりしろ。大丈夫だ、安心しろ。あなた様のまことの父上は我らが主君、沼津五万石の藩主水野忠春様に御わします。我が子の命よりお城の方が大事なのか。そんな、そんな親だってあるもんか。次回、箱根腰暮れ情け雨、どうぞご期待ください。